今日ではランチ関係なく激安焼肉店が増加しつつある中、改めて999円焼肉をリベンジすることにした。皆さんもぜひクオリティなど含め比較していただきたい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。番組の途中で失礼します。 RSK アナウンサーの武田彩香と、よろしくお願いします。お願いします。毎週土曜日朝9時からお昼の1時55分まで放送中の RSK ラジオ国西と武田の土曜番長の中で、第4土曜日第5土曜日には DJ ゲイル
さんの DJ 番長を放送しています。クリさん何してるんですか今。詳しくは DJ 番長聞いてください。チェケラーチェケラー聞いてね。チェケラー失礼しました。めっちゃかっこいいっす。よろしくお願いしますでは引き続き番組楽しんでください。チェケラー。というわけでお疲れ様でした。ね、今日のお会計なんですけど、まあ999円、まあ、税込みが、1099円ということで、まあその焼肉屋さん、焼肉の食べ放題なんですけど、でも基本的には鶏と豚中心なんですよね。まあね、満足度というと、まあなんかちょっと牛肉食べたいなっていう部分もあるんですけど、まあ、ちょっと肉安く肉食べるとなると食べ放題ね、値段気にせず、まあ、こういうとこなのかなということで、はい、まあリベンジということだったんですけどね。なんかちょっと内容が変わってるような気もするけど、まあこういうものだということでご理解ください。それではまた、ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。